や、カメラでさ、キルする瞬間を見たいんですよ。まあ、さすがに引かないでしょ。クルはい、第1回ボタンレース優勝者はマックスさんでした。やったー、おめでとう、おめでとう。今もはしごとガタ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 だったみたいな感じ。はしごやばかったっすよ。4人いた気がする。何上がってた。夏目先生が弁当入ってました。バレちまったかー。スノパイさんお見事です。僕も見ました。さあ何秒入るかな。ピカクロさんごめんね、弁当入っちゃったらしい。初期のやつ握ってます。絶好、はい。絶好。超懐かしい響き。ああ、電気席上がった。ほら。ね、声出すの大事。音声認識。エロのもの。ピンク、ピンク緑か。ピンク緑黄色。ピンク緑黄色。ナイス。ナイス。ナイス。でかいね。いいボタン。死んでないからね。これはね。白い。白い。白いね。白いな。白い。絶好だじゃん、もう。これは。これは絶好。ほぼ白。ほぼ絶好。ほぼ絶好です。ほぼ絶好。ほぼ絶好。インポスターの人は殺した方がいいと思います。ね。白すぎてね。白すぎるから。殺しちゃおう、プテーさん。やっぱ弁当入ったんだな、すみ先生。ね、うん、するか、うん、なるほど、ね、でね、さっきも入ってた。やらないほどな。あー、タスク楽しい。このゲームマジタスクするの楽しすぎるよね。神ゲー、金上から通ってきますね。この辺がね、やっぱデススポットなので、ホットゾーンなんでね、この辺は通らない。基本的にはね、所定以外は行かない。ここね、緑、オレンジ、え、めっちゃ大移動してない。あ、そう、緑、オレンジ、青。直した方がいいな。うへ、あ、サボタージュなさそうだったんで、うん、まゆこちゃん沿って宿舎前通路脇です。で、下に抜けてってる。はい、多分僕が最終目的かな。ボタンを押す20秒前くらいに、メインの方に行ってました。エンジンからすれ違いました。最終位置、俺コックピット見てました、うん、メインに電気に貨物1だと思います。あ、メイン、電気に僕いる。みん、僕いる。それってシャワーは？シャワーかな。シャワーも行ったかな。1、ごめん、シャワーか貨物に1だった。貨物1、貨物誰ですか？スナッパーイ。それって時間的には本当直近です。貨物、はい、もう今鳴る瞬間まで見に行ってましたね。鳴る瞬間か。え、通信室いなかった？通信室は いました、見てます。シャワーは？それ僕です。シャワーは？全然出てるところから洗いませんか。電気室の2はどなたですか？1プテ
でも、もう一いたかな、僕の視界には見えなかった、少なくとももう一羽。ちょっと前ぐらいが私、その電気室から上がるタイミングだったんで、それかなって思ったんですけど、タクロさん、電気室下がってってのを見てますね。そう。上がれ10秒前ぐらい前ですけど。上がれってのはメイン。それ、どういう話をしてる？え、タクロさんは、ね、電気室2っていうのがワンチャン私なのかなって思ったことを話してる。メインか、メインか、電気室にいるはずで大丈夫ですか？そうそうそう、それでいい、それでいい。はい。ナイトミはメインです。メイン2ですよね。メイン2だったって言ってた気がする。そこはメインは。ナイトミヤさんと、誰なんでしたっけ？僕は誰も見て、他見てない。あるっていうだけで。あ、オッケーです、オッケーです。はい。うん、そう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 。で、電気がピカクロスの可能性があるのと、エロちゃん。はい。で、反対に、決定的に来ないから、コックピット。で、ミーティング2です。ミーティング LG とセンターさん、はい。アーカイブはついてなかったですか？ついてなかった。初号機から言ってた？あ、そう、昇降機アーカイブ。エレジーさんとすれ違ってます。ついてた時もあったかなって感じ。でも最初はついてないよ。うん。だいぶ絞れるんじゃない？電気室の場合、容疑者が、ピカクロスさんでしょ？で、メインホールの場合に容疑者がスナパイさんと、スナパイさんと、ナイトメアさんだから、サンロラでもいいんじゃないかな。できるうちに。もうボタン押したらできないですけど。もう次のキル発生しそうだな。紫、水色、黄緑。直さないのか。ああ、死んでる。診察室で死体が転がってたのに、押せなかったよ。まあまあ、でも、開いてる前、まあ、でかい、開いてる前。さっきの舞妓さんキルの容疑者ナイトメアさんも入ったと思うんで、ちょうどよかったんじゃないですか。そう、電気って言ってましたよね。いや、メイン、うん、メインですよ。メインって言ってる。あ、メインか、これ。電気はピカハシさんです。ピカハシさんとピカさんがどっちかわかんない。多分、メインの場合はスナパイさんが一応容疑者貨物ついてる。うん、だから弁当も一応ね。違うよ、貨物位置ついてるっていう話だった。弁当で行って、いや、メインで切って、弁当でシャワーから貨物。電気でピカクロスに当てる。あ、それはね、覚えてる。あ、オッケーです。スナパイさん、貨物、エロちゃんって貨物を絶対って言ってなかったじゃないですか。自分アーカイブにいたんですけど、エロちゃんが、うん、貨物に行ったのか。いや、アーカイブはね、映ってなかった気するんだよな。ごめんなさい。あと、ごめんなさい。じゃあ、間違いなく。取り消します、取り消します。はいはいはい、今日の話にしましょう。ごめんなさい。うん、ね、ミーティングルーム周辺に LG スナパイエロちゃんセンターがいます。合ってます。マックスさんもいました。はい。うん。コミナオさんもマックスさんですね。あれ？はい、コミさんも直しました。プテさんに確認したいんだけど、はい。アーカイブでさ、確か私とプテさん上がってったじゃん。アーカイブ？覚えてない？あ、確かタオルタスク一緒にやってたよね。あ、やったやったやった。うんうん、そうそうそう。その後確かピテアさん上に行ったよね。そう、上回りでバイタル見に行こうと思って、アーカイブからラウンジ貨物っていう風に下って診察室までたどり着いて、最後そこで死体を見つけたけど、レポートがギリギリ間に合わなくて。あ、なるほどね。じゃあまっすぐそのまま向かったような感じだったんだ。うん、そう、なるほどね。犯行不可能な人がスナパイさんと僕とエロちゃんとマックスさんとエリジーさん、はい、で、なんで死体の情報を出してるのか、うん、先生はね、どこ、あ、自分メインホールにほぼいて、その後エンジンルームです。そんなに入る場面今ローラー、ローラーでいいんですか？うん、いつ死んだのかわかんないから、脇位置とかもちょっと見ないのって思っちゃいました。ピカさんから釣ってもいいし、二郎とかないかな、そこの。で終わったら面白いね。
そうかそうか、夏目先生もアーカイブ周辺とかシャワーいるとか言ってたよね。ボタンがボタンが押されないからどんどん下へ出そうだけど、それこそさっき3キルした試合とかボタン誰も押さなかったからありがたかったね。連続3キルできたね。インポスターにとってありがたいね、この環境。なさい。さっきスキップおっしゃいました。わかんなくて、俺スキップ入れちゃった。自分、さっき停電触ってた人って誰ですか、ちなみに。自分触ってたんですけど、エレジーさんそれ見てたと思うんですけど、一回妨害が入って。いつの話ですか。あ、今、Now。Now は、今は俺、夏目先生いるのいけない。Now は、まあ、展望デッキに来た。まあ大丈夫です。まあいいんじゃないそれは。僕があの全部オフなってて、僕は全部直しました。プテさん目線私ができないって証明厳しそう。うーん、先にプテさんがさ、アーカイブの方に抜けてったと思ってるんだけど、一緒にさ、そうね、そうだね、僕が先にアーカイブ行ったから、そうアーカイブから僕が貨物に行くまでにベント使ったとしてもまあまあ無理だと思う。そう、多分遭遇するはずなんだよ ね、タイミング的に。ごめんなさい、それナイトメアさんの話ですよね。うん、ナイトメアキルは、うん、まあまあまあできんな、多分。で、もう最終確認取りたいんですけど、今センターさんが挙げた夏目さん以外の城は本当にそっち側にみんないたっていう認識でいいですか？診療所まで行きなさそう？行けない。ギリマックスさんが行けるかな。ギリギリ、あと脇一等も考えて、ギリギリ脇一等も考えてほしくて、結構最終盤面ら辺で、スナパイさんとセンタンとは見てる。しかもマックスさんエンジン脇なので、ね、マックスさんエンジン脇ですよね今回。違います違います、今回キッチン脇です。キッチンか、キッチンでコミュサボの方に、まあ、向かってすぐコミュサボ直して、その後エンジン行ってエンジンでセンタンさんとすれ違って。あ、じゃあ大丈夫です。あ、いやセンタンとすれ違ってんならできる。エレジーさんの、いやマックスさん白だと思うけど、エンジン分けだったと言ってきます。明らかに強かった。あれ白だったっけ、ごめんなさい、間違いかも、ごめんなさい。いや白だと思う。でも白コミュサボ直してる、直してる人が一人しかない。あと自視点プテのセリフとかもあるので、あとピカクロスさんもいるので、じゃあ最後ね、はね無理だと思う。間違ってスキップ入れちゃった。ごめんなさい、初日の間違いかもしれない。私ができるんだったらプテピカクロスの2インポスターしかない、多分。じゃあ2人まで釣ってほしい、自分は。お願いします。ピカクロスさんとの2浪はまああれば言わないかな、逆狙ったのかな、なんかな、さすがに。ウェロ次でいいや、あとは変換があるのか。無理していく必要ないな。いやカメラでさ、キルする瞬間を見たいんですよ。押されるか死体が発見されないことには、今狙われてたんじゃない？ピカクロスさんに。ああでも決め打ちっていうあれかな、進行なのかな。ちょっとでもタスクしてくれないな。しっかりとアドミンもちょっと右が怖いしな。ピンク緑ピンクボタン押しやすくなったな。
秒前ぐらいに見ましたね。え、うん、メインですれ違うの上ですよ、メインの真ん中あたりに死体転がってたね、はい、うん、メインですれ違ったのがプテアスさんとエレジーさんで、プテアスさんが先にすれ違ってる、マクスさん真ん中というか左にいましたよね、多分昇降機の、良い、うん、あ、どうぞ。これピカクロスって一人で発見してるの？一人で発見だね。だから私のセルフをもう追われてもしょうがないかもしれないね。ね、死んで1秒です。バイトリスタ。じゃあほぼほぼ私っぽく見えるだろうね。はい。うん。死んで1秒です。エロちゃんと僕は無理で、マックさん左直してました、ね。いやでも、はい、左直してました。夏目先生じゃなかった場合はこのね、二郎とかもあってこう誘導されてたかもしれないけど、話聞きたいけどね。うん、でこんな二郎になる、そうなった場合、いやスナパイさんがウスだった時の はどうなるのかなって思って、いやスナパイさんまでいいです、そうっすね、すればいいんですか、うーんでいいかな、どうだろう、分からん、いや無理じゃない、二郎残ってたら、あのピカクロさんの先生二郎だったら面白いなと思いながら進めてたけど、誰と誰、ピカクロさんと夏目先生の二郎、面白い、それってそんな面白い、全然、あでもまあ終わり、あのね、なんで面白いかっていうと、夏目先生の弁当を見たって言った後、ピカクロスさんごめんって初手で言ったからですね、いや私絶好って言った、言いましたね、言ったからです、そういやマジで絶好しようかなと思いましたねえ終わりか、終わりか、だからロラされたくなかったのか、冗談、いやごめん、冗談だけど、いや気にしなくていいよ、あのそれ割としょうがないんですよ、夏目先生が発見さ、あのそのキルしたナイトメアさん発見されちゃった時点で固まってたから、そうめちゃくちゃ固まってて、ね、ちょっとね助けようがなかった、そうだよね、そうしょうがないしょうがない、これはあれローラーされてたわね、終わってますもんね、そうでなんか弁当ごめんねとか言われたから、これいいよいいよって謝るのももろくねえなと思っちゃったからすいませんでした、いやそっか、バイタルか、ね、そうだよな、こうなるよな、うん、今のはねバイタルリレーがあったんですけど、直前までバイタル見てたのが LG さんやったんですよ、はい、で僕が来たんで LG さんと僕がバトンタッチしたのね、はい、あーでずっと見てて、で LG さんが呼吸を止めて1秒レポートでしたねそっか、結構ねいろんな人とすれ違ってたから、バイタルあたりにいないんじゃないか説をちょっと考えて試しにやってみようかなと思ってセルフしてみたんだけど、そっかダメだったな、え、ピカクロスさんってさ、エンジンルームの弁当から出ました？出てないよ、あれはね純粋に弁当入ってキッチンにいる人とかいないかなと思ってやろうと思ったらプテアスさんが来ちゃったからやめた感じでした。あーそうかそうか、弁当の上に立ってたから、そう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 、はっと思ったけど、あれはだから、あ、突っ込まれたらあれかなと思ったけど、まあでも移動してハマっちゃったって言えばいいかなと思ってたんですけどね、やべって思いました一瞬うんうん、うん、なるほど、お二人トイレに行ってるみたいなんで、もうまあ僕あの時点で僕の対抗って夏目さんだったんですか、うん、ピカクロスさん、夏目、プテしかなかった3人、うん、もうサンローラーで、うん、あ、固まってたんだね、他はじゃあ。いやー、だからあれ、もし私がピテアスさんキルしたとしても、多分ね、夏目ピカクロスで終われちゃうからな、どう転んでも厳しかったですね。そうだよね。だから、どうにかして自分が黒くなってって考えたけど、もうそもそも黒すぎたっていう。そうだね。いや、しょうがないっす、これは。固まったんだったらしょうがないな。運が悪かったですね。うん、星屑ロンリネスでしたね。はい、星屑ロンリネスです、本当に。僕の下にもほっかほかでプテハスさんが見つけてるからもう無理だったよね。まゆこさん切るまではね良かったんだけど、いやー私はあだけ固まられたらそこから何も言えなくなりますからね。ねえ、さすがアモアス特有って感じですね。あれは電気室ですか？あ、電気室です。はい、電気室で死んでます。結構分かりづらい、あの行き止まりみたいなところで死んじゃったんで。あとスナパイさんと私がすれ違った時に、私がメインホールに抜けてるのをスナパイさんが視認してくれてる状態で一回切り返して真横さんを下でキルして戻ってる感じでした。なのでスナパイさん目線から見るとメインホールに上がっていったピカクロスって見えるんじゃないかなと思って、真横さんが仮に目撃されてても、まあいずれにしてもメインと電気室に3人しか名乗りが出てないから、うん、はいはい、そうなんですよね。ペハさんもでもエレクトリカルにいたって話じゃなかった？あ、僕エレクトリカルでしたよ、うん、最後。でもエレクトリカルにプテハさんとマユコちゃんがいて、僕とピカさんがメインにいたってことかな。
うん、正しく言うと私シャワールーム手前まで盗撮してる。だから、エレクトリカル2を何としても死体って判別させたくなかったから上がったばかりですっていう嘘をついた感じでした。なるほどね。そうそう、いなかったもんな僕の視点では。だからもうすれ違いや回り道してました。うまくいかなかったな。ピカ怖すぎて俺ずっとはしごで逃げてたね。あれね、そうか、実はキルしようと思ってたんですよ。キルしようと思ったらマックスさんがはしごで抜けるから、あ、じゃあもう遊ぼうって思って私も遊んでました。あ、遊んでたんだ。俺ずっと怖がって逃げてたの。なんか逃げた。それを見てね、霊界でマイコちゃんがずっとね、これ絶対マックさん逃げてるでしょって笑ってる。逃げてます。絶対これ逃げてるでしょっていう動きだったから。そうそう、逃げてるのは、逃げられてるのは分かってたんですけど、あ、途中で人も合流しちゃったから、あ、これダメだ。合流したからは、ふーと思って。合流したから、じゃあもう遊ぶふりしようと思って遊んでました。あ、遊ぶふりをしようと思って遊んでたんですね。そうそう、遊ぶふりをしようと思って遊んでた。結局遊んじゃう。そうそうそう、じゃあ殺意感じたから僕はあのヌーンで逃げました。あのはしごの音ってどこまで聞こえますか？全然ほぼ全員聞こえます。全員。あ、距離関係なし。ミーティングのだよね、ミーティングのだよね。全部のカンカンが聞こえて、ただミーティングのやつだけ長いから音が。8回です。8カウントあります。8カウントで。たたたたたたたってこと？あ、そうですそうですそうです。8カウントあります。で、ドラクエの4回だね。短い方が4つです。あ、ドラクエ4。ドラクエ戻ってきていく。開始します。次ラストかな。はい。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。絵を伸ばして。ごちゃごちゃ、ぐちゃぐちゃ。